こんにちは、デシキッチンです。今回はレンジでシューマイを作っていきたいと思います。まずは石突きを取った椎茸5個をみじん切りにしていきましょう。続いて玉ねぎ4分の1個分もみじん切りにしておきます。ボウルを用意していただいて、豚ひき肉 150g、 塩コショウ適量、ごま油小さじ1杯、生姜チューブ適量を加え、手でよく揉んでいきます。続いて絹豆腐 150g を加えたら、粘りが出るまで混ぜていきましょう。先ほど切った椎茸と玉ねぎを加えていきます。最後に片栗粉大さじ1杯を加え、手でよく揉んでいってください。水で濡らした手でピンポン玉程度の大きさに丸めていきます。シューマイの皮20枚は細く切った後、半分に切り、お肉にまぶしていきましょう。大きなお皿に白菜を並べ、お肉を並べたらラップをかけ、800ワットで4分加熱すれば完成です。参考になったらいいねやシェアお願いします。以上、デレシキッチンでした。